主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。みなずきです。この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つのテーマをもとに雑談する番組です、うん、なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。はい、おもれきね、408回です。408、本日2021年の6月の半ばに今日収録しておりますが、はい、先月の5月にね、ああ国勢調査やってましたね。数年ぶりの国勢調査を開催いたしました。いやいや、もう大盛況です。はい、ツイッターだけでね、うん、調査させていただいたんで、ね、実は始める前はあまりと調査に協力してくださる方は少ないんじゃないかなってちょっと思ってたんです。ほう。が、まあ蓋を開けてみれば、ほう、たくさんの方に協力していただいたのかなと。いや、すごいです。はい、うん、協力していただいた皆様本当にありがとうございました。ありがとうございます。で、今からですね、はあ、第2回おもれき国勢調査の発表を、結果発表を、発表をしてまいりましょう。はあ、で、今回はみなずきさんが集計をして調査報告まとめてもらったの で、 そうです、ね、僕まだ聞いていないんですよ。あ、見てないんだ。はい、で、は、途中までね、調査開始して最初の頃はちょっと見てたんですけど、だんだん見なくなって、調査期間中、あ、ツイッターのそのあれをね、うん、うん、なので多分なんとなくこうだろうなって思ったりもしますが、いやいやいや、大番狂わせもあるから。やばいよ。5番目にリスナー数の多い都道府県、それは通常の、まず通常の、通常の、はいはい、単純に得票数が多かったですね。はいはい、5番目は、はい、だーだん、だん、埼玉県。おー、埼玉、13票。あ、13。はい。そんなもんです。おー、はい。やっぱ関東だね。まあ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 、首都圏は強いよね。ね、やっぱりね。はい、じゃあ第4位は。4位。はい。4位は、大阪府。あ、来た。西の湯、大阪、ね。前回ダメでしたよね。うん、ダメでしたね。関西圏が全然振るわなかったよね。はい、本気出してきましたね。本気出しましたね、うん、はい。大阪何人いらっしゃったの？大阪15票です、ね、15人、うん、おー、はい、じゃあ第3位。第3位が実はなくてですね、2位が同率になります。同率2位、はい、同率2位。あー、ちなみに前回の第1回の国勢調査は、愛知が1位だったんだ。愛知が1位ですね。そろそろ、ちょっとまだ出てない。ベスト5に出ていない。さあ、1位。はい、同率2位。同率2位。はい。21票獲得で、21、はい。神奈川県と、と、愛知県。ああ、愛知2位。はい。あ、陥落、首都陥落ですね。なるほど。お、はい、神奈川が伸ばしてきました。でもさ、神奈川って900万人もいる町じゃん、うん、県じゃん、うん、愛知って400-500万、そんなにないよね。県で、愛知県で県の人、名古屋で200万人ぐらいだから、あ、そんな300万人、だから神奈川と愛知で雲泥の差の人口を比べると、やっぱ愛知奮闘しましたが、陥落、まあまあ、ですか。そうですね、はい、ついに1位は、あ、まあ所詮愛知だもんね。ひどい、はい、散々持ち上げといて。いや、もう愛知の時代は終わったんです。終わり、さよなら愛知の人。さあ、じゃあ新しい首都、銭湯が、銭湯ですね、銭湯、新首都ですね、はい、第1位は、はい、どこだろう、どこだ、どこだろう、沖縄かな。もう分かるかな。はい、分かりますね。東京都です。あ、やっぱりね、36票。あ、全然、はい、全然雲泥の差ですね。大きく差ができましたね。本気出して来上がりましたね。そうですね、東京。おお、まあやっぱり明らかに多いね。ああ、やっ
ぱり1000万の町ですからね、やっぱ東京の方は多かったですか、うん、ってことは首都は新首都は東京都です。東京です。はい、銭湯です。日本国も我々の首都も東京都です。はい、おもれきの首都はじゃあ今日から東京に変わります。そうですね、もう愛知は古都です。古都、古都愛知。そうですね、はい、バイバイ。東京みたいな感じですね、うん、はい。一票の格差賞ですね、ま、ず先ほどは賞味の得票数で、はいはい、今言いました一定の数字をかけると、はいはい、じゃあ今度一票の格差で、はい、第5位は第5位は、はい、岡山県。岡山、うん、お何ポイントになるの。43ポイントですね。43ポイントおお。そうか、東京はだいぶ少なくなるのか。うん、おはい、じゃあ第4位。第4位は、はい、超意外、うん、和歌山県。和歌山、和歌山ってあまりリスナーさんがごくたまにお手紙くださるところ、あ、うん、まあそうですね、うん、そうそう、さっきの割合でいくとやっぱ少し多めのマイナー県っていうのがすごく有利なんですよね。和歌山何ポイントです。和歌山で56ポイントですね。56ポイント、おー、すげえ、うん、はい、第3位。第3位は、はい、高知県。高知すげえ。全然違う。全然違うね。高知で何ポイント。59ポイント。おー。ほう。全然予想がつかないですね。つかないですよ、はい、さっきのベスト5とは大幅に違うんです。ちなみに前回の調査では一票の格差賞は岡山だった。岡山でしたよね、うん、今回はダメだ。岡山は5位に奮闘しましたが、はい、はい、では第2位。第2位、はい、これが大分。あ、大分やっぱいいとこ。63ポイント。だからもともとの数も多いから、うん、分母が多いから、分母が多くて人口も少ない。だから大分はもう含有率がすごいってことです。あ、素晴らしい大分。いいとこ。石を投げればリスナーに当たる。いいとこよ大分。行ったことあるの。ない。ないんか。通っただけ。マジか、うん、だって僕らのお友達も住んでるとこだから。ああ、そうですよ、うん、行ったんじゃなかったっけ。行ってない、遊びに来たんだよ。あなた行ってないのか、向こうが来たの、うんうん、さあではベスト5が岡山、和歌山、岡山、和歌山、高知、大分と、はい、これが5、4、3、2ですね。さっきのベスト5は一つも入ってませんね、まだ。ほんとだね。では、栄えある第1位ですね。どこだと思う？ちょっと待って。島根。島根は違う。北海道。北海道も違います、ね。あ、そう。28位。北海道28位。28位。あら、どこだろう。島根も同率ですね、28位。おお。でも絶対わかんない。さっきのベスト5は単純にもう違うわけだね。この傾向を見れば多分そうですね。人口が多いところはかなり不利ですね。なるほどね。絶対もう想像もつかない。そんな。沖縄？沖縄は違うな、31位。あ、そう、低い。沖縄低い。あー、どこだろうな。意外や、千葉。千葉じゃない。あ、高3。はい。33位。そう、千葉は33位。千葉33位。はい。さあ、1票の格差賞はどこですか？栄えある第1位は、はい。福井県。福井？福井？越前の国。何ポイント？67ポイント。ですって、はい、じゃあ今回第2回国勢調査によっておもれきの首都は東京。東京と福井ですな。で、副都心が、はい、福井。副都心って扱いなの？確かそんな感じだったと思う。あ、本当に、うん、今日は、歴史ニュース特集です。あ、はい、新聞の、はい、あの新聞に載ってた、歴史ニュースを紹介する、うん、
企画です。不定期企画です。はい。新聞はですね、ケリーさん、中日新聞を取っておりますので。中日新聞、はい。はい。中日新聞提供、おもれき歴史ニュースです、はい。ちょっとしばらくやっていない間にですね、結構数が溜まったので、うん、はい。久々にやってまいりますが、はい、水月さん、うん、まずどのニュースからまいりましょうか。まあ、放送時期を鑑みると7月です、ね、これでしょうね。はい。2021年3月24日の記事です。戦時下の聖鉾リレー、うん、五輪中止で1938年、戦意高揚に利用。日本で夏季五輪の聖火リレーは、前回1964年昭和39年に続き2回目が2021年に行われていますが、戦前にもリレーがありました。日中戦争の激化を受けて中止になった1940年昭和15年の東京五輪の代替企画聖鉾リレー、うん、戦勝を祈る目的で開催されましたというニュースです。うん、矛ね、縦矛の矛、はい、で、聖は、肘ですね。はい、うん、のこの矛の訓読みが矛ですよね。で、音読みは無。矛盾の無ですね。または棒なんです。おで、聖矛が正確に何て読むのかは、今になってはわからないそうです。わかんないんだ。はい、へちょっと聖鉾リレーと読みましたが、はいはいはい、これ聖鉾って読むと重箱読みになっちゃうよね。聖鉾、うん、聖武リレーが聖武はちょっと音の感じが悪いね、うん、聖望リレー聖望か望、うん、ちょっと現在になってはわかりかねますが、うん、1938年11月15日付の名古屋新聞、今の中日新聞は、うん、熱田神宮への聖鉾到着を伝える記事があります。はい。武運を祈る聖なる使命、うん、中共に渦巻く歓呼と、歓迎呼ぶ。はい。といった見出しが躍る。はい。はい。リレーでは青年たちが3日間をかけ伊勢神宮から明治神宮まで各地の神社に戦勝祈願の象徴とされる矛を奉納しながら走りました。へー。1940年のオリンピックの東京開催が、決まったんですけども、聖火リレーってその時も予定していましたが、日中戦争のが始まって、うん、日本での開催は、返上したので、その代わりに聖鉾リレーをしたという記録が残っているということですね。見ました？何を？聖火リレー。生でってこと？生で。いや、ないです。水月タウンは聖火リレー来なかったの？いや、来たでしょ。それ本当？あれなんだっけ、公道でうちの地域は走らなかったんですよ。なんか一箇所でちょちょってやって、なんかコソコソやったやつ。コソコソじゃないけど、うん、コロナのあれでね。あ、そうなんですか。見たですね。なんかやってたらしいですけど、うん、ケイさん見ました。あ、言ってたね。うん、うんうん、まあ見るとちょっと気分は高揚しますね。マジで？うん、あーって思うけど。なんか某飲料メーカーの宣伝みたいな行列だって言ってたけど。あ、僕ね、公園の中で見たので、ああ、そういうの走れるところじゃないので。あ、止まってたってこと？それも見なかったよ。トラックをぐるぐる走ってたってこと？いや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 、違う。都市公園。だから、駅前広場みたいなところから、スタートして、どこそこまで走っていくんですけど、多分その公道をね、走るときはそういうのいたのかもしれないけど、僕その駅前広場の広場内でしか走って。儀式をしてたわけ？うん、そこしか見てないので、そんなのあると知らなかったです。はい。まあ、ほら、伊達見ててもさ、
あの金栗思想さんは駅伝とか好きじゃん、だからもしかして出てたのかもしれない、企画したりとかさ、この聖誇リレーとかも。ああ、うん、ね、関わってた、うん、かもしれないね。大河ではちょっと見かけませんでしたけどね、うん、なんとか陸連とかが、うん、まあ、関わってんでしょうな、ね、なんかね、いろんな裏事情見るとね、ちょっとげんなりしちゃうこともありますけどね。何の、ね、そのオリンピック、オリンピックの、まあ、一連のね、欲も悪くもいろいろ見えちゃいましたね。でもさ、やっぱ今ってダメだね。その昔のさ、長野五輪の時とかそんなに感じなかったけどね、こんなの。何を？この利権がどうのこうのとかさ、団体さんのとかってさ、あんまり聞いた記憶ないんだけど。なんで、まあ、こういう大きなイベントはこんなにありますわね。万博だってそうだって。まあやっぱりネットがこれだけ普及しちゃうとね、もう隠せないよ ね。みんな知っちゃうし、ね、ちょっと調べりゃなんとなくいろいろ見えてくるしね、まあまあいいのか悪いのかっていう話ですけど、さあ、じゃあ次のニュースいきましょう。次、はい、じゃあ、はい、夏ということで、夏、はい、はい、2021年6月7日の記事です。A 級戦犯、太平洋に散骨、うん、東条元首相ら7人、アメリカの公文書発見。第二次世界大戦後、極東国際軍事裁判、東京裁判で、うん、死刑判決を受けた東条英機元首相ら A 級戦犯7人の遺骨について、アメリカ軍将校が太平洋の上空から私が撒いたと記した公文書が、うん、見つかりました、うん。米軍による具体的な A 級戦犯の遺骨処理の方法が公文書で判明するのは初めて。遺骨は遺族に返還されず、太平洋や東京湾に撒かれたとの憶測があったが、行方は昭和史の謎とされていた、うん、文書は占領期に横浜市に司令部を置いていたアメリカ第8軍が作成、うん、現場責任者のルーサーフライアーソン少佐が、うん、戦犯犯罪の処刑と遺体の最終処分に関する詳細報告として経緯を記していた、うん、文書によると少佐は1948年12月23日の午前0時過ぎ、巣鴨プリズンで7人の死刑執行に立ち会った。遺体を乗せたトラックは午前2時10分、巣鴨プリズンを出発し、1時間半後に横浜市内の米軍第108墓地登録小隊、あ、ごめんなさい、基地だ、うん、米軍第108基地登録小隊に到着。これ現在の横浜緑ヶ丘高校だそうです、うん、午後7時25分に小隊を出て、30分後に同志の火葬場に到着、うん、遺体は午前8時5分までにトラックから直接炉に入れられました、うん。火葬後、別々の骨壺に収められた7人の遺体は、第8軍の滑走路に運ばれ、横浜の東の太平洋上空を約30マイル、48キロ地点まで連絡機で進み、私が遺骨を広範囲に埋えたと記しているそうです。うん。はい。ということで、あの東条英機さんとか A 級戦犯の方が死刑になったよね、うんうん、でその後どうなったかなんか気にすることもなかったですけど、遺体がなんかそう、うん、気にしてた、死刑になったんだ、ふーんで
終わっちゃってたけど、あ、うん、まあまあ確かにね、普通にこう、うん、遺族とかに戻ってたのかなぐらいの感じでしたよね。うん、海に巻かれたんですね。まあなんかそういう説は今までもあったらしいけどね、その公な証拠っていうのがなくて今回初めて。でそんな記録も残してるんだよね。そりゃそうでしょ、だってそれ事故で死んだわけじゃないんだからさ。あの巣鴨プリズンにいたってのも知ってるし、うん、なんか小説で読んだし、うんうん、死刑になったのも知ってたけど、早いんだね、死刑になったらちゃっちゃっとこう横浜に持ってって焼いて。いや、だってこういうなのはあれでしょ、ほらやっぱりなんていうの、聖地なんていうんだろう、英雄になっちゃう可能性があるじゃないですか。そうです ね、 ね、そのヒトラーの遺体もそうだけど、もともとその死体を例えば奪われちゃったりとか、ね、その遺骨があるとっていうので、ね、宗教とかでもあるもんね、うん、日本じゃそういうのはあんまりないと思うけどね、うん、でもまあまあその辺アメリカ気にしたんでしょうね。今さ海に散骨ちょっと今良くないらしいですけど、環境問題の、うん、にしてもさ、まあここ昨今墓に埋めるんじゃなくさ、そう、ね、あの海に巻くとか森に帰るとかさ、うん、であるけど、この当時海に巻かれるって遺族が聞いたり関係者が聞くと日本人はプンプン怒るのかな。まあまあ失礼だね。そうでしょうね、だもう本当に罪人の扱いですよね。ちなみにね、この東条英機さんのひ孫さんとか広田幸喜さん、広田幸喜元首相のお孫さんとかもね、うん、このニュース知って、初めて知って驚きましたという、そうです、ね、コメントも、うん、東条英機って子孫いるんだ。いますよ。あ、そう、なんか極悪人なイメージあるじゃん。別に悪くはないでしょ、なんかヒトラー並みの悪い人、ヒトラー並みって別にイメージがあるからさ、普通に議会もあるし、別にその独裁者でもないですしね。まあ、はい、安らかに眠っていただきたいですね。愛知県に知ってます？遺骨があるの。誰の？この7人の。え、なんで今海に撒いたって言ったの？でしょ、うん、でもあるんだよ。どういうこと？偽物？愛知のどこだったっけ、あのなんかキラとかあっちの方。あ、三河エリア。三河の、そうそう、忘れましたけど。なんで？いや、盗んだんですよ、火葬場から。今のこの、そう、この横浜の盗んだっていうか、その東京裁判で日本側の弁護士をしてた東京弁護人の人、日本人の方ですけど、が、いや、あまりにも不憫じゃないですか。でましてや、ね、その本当の犯罪者ではないわけですから、だから政治を失敗しただけだもんね。火葬場に忍び込んで少しだけ遺骨を盗み出したんですよ。本当に、うん、本当に本当なの？本当だって。それ DNA 鑑定的にもそうなのでしょうね。いや、知らん、 DNA 鑑定したかは知んない。ちなみにこれ久保山西条ってとこだそうですよ、横浜の。ああ、うん、そうそう、確かね、クリスマスなんですよ、その日が、燃やした日が。処刑されたのが1948年12月23日。あ、そうでしょ、ほら、イブかなんかなんで、晩の、当番してたアメリカ人酔っ払ってて。だって朝に焼いたって書いてあるよ。まあそれ、すぐ巻いたわけじゃないんでしょ。うん、そうだね。その火葬場の晩をしてたアメリカ兵がクリスマスで酔っ払って遊んでた時に、はあ、いや、ほんとだって結構有名な話だよ。あ、そう、うん、で、遺骨の一部を盗んだっていうか、まあまあ取ってきて、うん、それが今敵の弁護士が日本人ですよ、日本人の弁護士が、うん、焼き場に行って、焼き場から遺骨んで、それを今あのお祭りしたみたいな。でもさ、今の火葬場って綺麗じゃん、うん、昔の火葬場ってさ、本当にさ焼却場みたいなところだと思うと、確かにね、寂しいと思ったりありましたよね。はい、では次のニュースです。はあ、どっちにしよう。じゃあガラッと時代が変わって、はい、はい、どっちが古いんだろう、これ日付書いて、あ、これ3月30日。はい、じゃあまず21年の3月31日の記事です、はい、世界文化遺産候補追加を
答申、はい、文化審議会は世界遺産登録を目指す候補としてユネスコに提出した暫定リストを見直し、文化遺産の国内候補を追加するよう、荻生田光一文部科学大臣に答申した。具体的な手順を検討し、2021年度内に、最終答申をまとめる、うん、地元の活動が低調な候補のリストからの削除も要求した、うん、答申は世界遺産の意義を登録に向けた取り組みを通じて、新たな価値が見出され地域活性化にもつながると強調、社会の持続的な発展のためにもリストの充実が必要と訴えた、うん、候補の選考は期限や周期を設けず随時行う、はい、文化審が対象を絞り込み関係自治体に資料を提出を求める、必要に応じて現地調査やヒアリングも実施します、うん、各国政府はそれぞれの国内候補を暫定リストに記載、この中からユネスコに推薦する候補を選び、登録審査を受けます、はい、日本の候補は現在文化遺産が6件、自然遺産が1件となっていますと、うん、して増えるんですね、うん、ちなみにこの登記の時点で暫定リストに登録されていた文化遺産が、古都鎌倉の寺院、寺社、うん。これ平成4年から、申し込んでるんだって。あ、そうなんや。あと、彦根城。彦根城？これも平成4年から、世界遺産に入れてねって言ってるんですが、まだです。飛鳥藤原の、旧都と都とその関連資産群、北海道北東北の縄文遺跡群、この北海道北東北の縄文遺跡群は平成21年から申し込んでるそうですよ、はい、金を中心とする佐渡鉱山の遺跡群、うん、平泉仏国土、浄土を表す建築庭園、および考古学的遺跡群という、この6つですね。あと自然遺産が、奄美、徳之島、沖縄北部および西表島。うん、だ鹿児島と沖縄の間ですね。南西諸島。はい、うん。これが平成25年から申し込んでおるそうですよ。うん、はい。続いて5月27日のニュースです。縄文遺跡群世界遺産へ。うん、北海道、北東北、山内、丸山など登録。韓国。国連教育科学文化機関、ユネスコの諮問機関は5月26日、うん、青森の三内丸山遺跡など17遺跡で構成する北海道、北東北の縄文遺跡群を、世界文化遺産に登録するよう勧告をした。農耕に移行せず、狩猟などを基盤としたまま定住した縄文時代の人類の生活実態を示す貴重な物証として世界的に認められたということですね。うん。はい。で、あと、7月16日から31日にオンライン開催されるユネスコ世界遺産委員会で正式に決まる見通しです。国内世界遺産としては戦死時代は初めてで最古のものです。うん、自然遺産候補の奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島にも5月10日に登録勧告が出ました、うん、2件とも登録されることになり、日本の世界遺産は文化遺産が20、自然遺産が5つ
合計25件になります。はい。はい、ちなみにですね、ちょっと自然遺産はちょっと歴史からややずれるので、うん、ちょっとチェックしてなかったんですけども、北海道北東北縄文遺跡群はですね、今回の分ね。はい。はい、北海道、青森、岩手県、秋田県、うん、ここの辺で、清洲州堤防群。うん、これ北海道にあります。あと北黄金黄金貝塚、入江貝塚、高砂貝塚、うん、あと大船遺跡、うん、柿の島遺跡、これ北海道のね、うん、渡島半島とかその辺にあります、うん、で青森が三内丸山遺跡と小牧の遺跡、うん、あと鶴ヶ市のタコ屋の貝塚。津軽市のタコ屋の貝塚。うん、亀ヶ丘石器時代遺跡。うん、とか、あと七戸の二つ森貝塚。うん、弘前の大森勝山遺跡。うん、八戸のこれ川石器時代遺跡。おあと、一戸の、うん、御所の遺跡かな。はい。あと死活のでなんていうのかな。ん？死活の市。数の市の大湯環状列石。はい。北秋田市の伊勢堂太かな。太遺跡。だそうです。はい。本当に北の道の子ですね。そうですね。奥ですね。北東北。うん、これら行ったことあるとかあります？三内丸山はありますね。本当行ってみたいなと思うけど。環状列石も見たな。環状列石って何？ストーンヘンジみたいなやつ？こんな、そ真ん中に一本立って立って。日時計みたいな、ね。ああ、そう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 。うんうんうん、イメージはわかるけどね、うん。縄文遺跡。で、こういうとこで室町時代まで。はあ。こうなんか縄文文化的な暮らししてた人が出雲の方に行ってもののけ姫と出会うんだよね。だ明日かあのヤックルに行って室町時代までしたあれ室町時代でしょ。ああ戦国期みたいな感じで、うん、あんなやつはいねえよ。あ本当なの？ヤックルいないの？ヤックル日本になんかいないでしょ。あいないんだ。なんか北上山地とかにいそうな気がする、ね、見たことあるの？ないです。はい。まあまた世界遺産が増えまして。ああ縄文ね、うん。ちょっと東北ブームが起こるんじゃないかしら。マジで地味じゃない？うん、言っちゃ悪いけど。もうだ土偶とかさ。土偶ブームが来ますよ。亀ヶ丘なんてね、社交機能ブームでしょ。あの駅がその社交機能ブームになってるでしょ。来ますよ、土偶。土偶見にわざわざ、まあただしね、行きますか、青森まで。うん、ちょっと、この辺、この地域はちょっとリスナー数が少ないので、あまりちょっと歓迎されませんが。青森、秋田でしたっけ。はい、また、東北の方情報お待ちしております、はい、さあもう一個ぐらい行こうかな。もう一件、うん、じゃあこれにしようかな。はい、5月19日の記事です。伊能小図、うん、2例目の副本、うん、測量船や色彩明瞭十分級の発見。日本地図学会の専門部会は江戸後期に伊能忠敬と測量隊が作成した手書きの大日本沿海予知全図のうち、うん、列島を3枚に収めた小図、小さいやつね、うん、小図の副本控えが新たに見つかったと発表しました、うん、幕府に提出した伊能図の小本は、製本は明治期にすべて焼失、うん。小図、小さい図の副本、全3枚の現存が確認されたのは、2002年の東京国立博物館所蔵以来、
2例目、うん、保存状態も良好で色彩が微例に残る十分級の発見、うん、異能図は縮小が違う大中小の3種類があり、うん、小図は縮尺43万2千分の1、副本は測量体の控えなどとして正本と並行して作成された、うん、今回の副本は北海道、東日本、西日本を横約 1.6 メートル、縦 1.5 から 2.5 メートルの用紙に描き、実測予知図と題されていた。虫食いや捕囚はあるが、海岸線や測量線、1万3000余の地名が明瞭に読み取れる。うん、福岡県内の個人が昨年、北九州市の前林ミュージアムに寄贈。戦後約10年の間に入手したらしいが、詳細は不明。うん、今年は異能図完成から200年にあたり、ミュージアムでは、この前林ミュージアムでは、当時の細やかな手仕事を鑑賞できるよう高精細なレプリカを作成。2021年6月5日からの開館1周年企画展に合わせて特別展示されますということです。はい。伊能忠敬の日本地図。そうですね。これって何？本物っていうか、製本って、現存しないの？そうそう、幕府が持ってたやつって火事でなくなっちゃった。火事でなくしちゃうの？明治の最初の時に。何？アメリカとかに取られるんじゃないの？いや、一部は、うん、火事、なんか2回ぐらい火事にあってほとんどなかって。あ、そう。なんで、もともと伊能家が、伊能忠敬の子孫かなんかが保管してたやつを寄贈を受けたのがあったりとか、一部なんか戦後にアメリカが接収してアメリカ持ってったりもしてて、で誰かさんが買ったんだね、福岡県内の個人が。多分そうなんでしょうね。昭和20年代に、うん、手に入れたんでしょうね。どうやって手に入るんだろうね。ねえ、まだわ、ね、価値が分かんない人には分かんなかったかもしれない。まあ、どういう結構な値段で買ったのか、二足三本だったか分かんないけど。いや、古文書なんか買わないって言われても買わないけど、うん、これだったら欲しいって買うかもしれない。それなりの。しかもね、それだけ綺麗だし、ね、手書きっぽいもんね。そうですよね。で、これが僕、大中小って あるのね、うん。で、ちっちゃい図だから、全部が、日本列島が。そうそう、日本列島っていう感じで見やすいのが、ショーズってやつですね。これほんと世界的にびっくりさせてもらった地図だもんね。精度すぎてね、うん、これで最初ね、なんか地球が丸いことを計算せずに作ったから、なんかズレが生じたんだってね。あ、そうだな。地図作るときに、うん、だからもう一周回ってなんか地球の丸いことも鑑みて作り直したってなんかで、ね、NHK のなんかで見た記憶がある。あ、うん、はい、前林ミュージアムで見られるそうですよ現在。ああ、前林のね、前林ってあの地図のね、あのね、はい、でも北九州にあるようですよね。そうそう、前林って実は北九州なんだよね、はい、ああそう、これ完全にその宣伝記事なわけですな。そんなことは、いや、これ自体はすごく貴重なものです。伊能忠敬記念館じゃないの、あの佐原市の。あそこに原本ってあるのかな。ないんじゃない。なるほどね。だって、だってレプリカとかじゃない。で、うん、東京博物館とか所蔵してるっつうんだからね、うん、はい、あの九州の方はぜひね、見に行ってください。ぜひ、はい、ね、大分の方も足伸ばして、ちょっと北九州遠いですけど、ぜひ、ね、行ってください。大分の人に優しいんですね。僕大分大好きなんです。大好き、本当に。はい、
もう一回ぐらいできるぐらいたくさんちょっと残っておりますが、まだだいぶありますよ、うん、ちょっとまた様子を見てやりましょう。ではお便りを、紹介させていただきますね。手紙、はい、あずささんからいただきました。あずさ、はい、3月30日にいただいております。3月30日、はい、ケリーさん、みなずきさん、こんにちは。共通テスト2021を楽しく拝聴しました。私も会社の同僚とお昼休みの楽しみの一つとして共通テストに挑戦してみました。センター試験も去年も一昨年も、同僚と挑戦しましたが、毎度平均点以下の悲しい結果に。共通テストはセンターと違い読解力が求められる問題が多かったので、今年はいけるんじゃないかと意気揚々と採点してみたところ、63点でした。平均点に届きませんでした。残念です。来年はもっと真剣におもれきを聞いて、ケリーさんに負けない点数を取りたいです、とありがいただきました。はい、さあ共通テストね、挑戦していただきましたが、まあ、やっぱりおもれきをきちんと聞くこと。あなた何点だったっけ。80何点だったじゃん。 80? あんだけ褒めてくれたじゃんこの前。盛りすぎちゃう。70だ。80だった。80わー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 言ってくれたじゃない。すごい、うん、あ、なので結構番組、ね、うん、今年は多分これ伊能忠敬とかも出るんじゃない。ただそのアリバイ作りみたいな。いやだって今年200周年なんでしょ。あ、そうか、あ、そうね、だから、まあ、それは確かに記念会はよくあるからね、うん、上級の乱とか、あ、うん、すごいね、予想問題、うん、でちょっと出ると、あと足利義満、義満、はい、うん、義満も出ると思います。まかさあ続いてですね、はい、エンダーさんからいただきました。 NW さん、はい、はい、ケリーさん、みなずきさん、初めてお便りさせていただきます。ここ2、3年、沖縄本島から遠く離れた南の離島でいつも聞いています。お、392回の琉球の文化財を聞きました。沖縄が題材のテーマで嬉しかったです。沖縄戦での文化財での被害はあまり知らなかったので勉強になりました。お二人のお話を聞いていて、沖縄戦の後もいろんな人が文化財の保管収集をしたから、今も沖縄に文化が残っているのかなぁと先人の努力に思いを馳せました。コロナで大変な状況ですが、お二人のご健康と毎週の放送を楽しみにしています、はい、といただきました、うん、はい、ありがとうございます。沖縄本島より南にいらっしゃるってことなのかな。そうです、ね、台湾とかフィリピンってことなのかな。いやいや沖縄じゃないの、うん、そうだね、うん、もう何、波照間島とか。 A&W が飲めるってことはまあまあでかい島なんじゃない。何 A&W って。何 A&W ってあれなんでしょう、ファーストフードでしょ、沖縄にある。あ、マクドみたいな。あ、あのラッキーバーガーみたいな。ラッキーバーガーって沖縄にあるの。ない、あの函館のご当地ハンバーガーや。いや、もまあアメリカ基本の。あれ、あのドクターペッパーがなんか飲めるとか。あ、そう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 。ドクターペッパーちゃんはなんだっけ、なんとか。なんとかビール。そうそう、ルートビア。ハモっちゃう。ええー、あの系統。エンダールってことは多分宮古島とかちゃうか。あ、じゃあ沖縄でも都会エリアとか。うん、じゃないかな。飲める、僕あの辺ダメなんです、ルートビアとか。あ、慣れたら飲めるみたいな、 ね、メンソレタム眠ってるみたいな、うん、なんか沖縄のハンバーガー屋とかおかわり自由なんでしょ、このルートビアっていうの、ね、ルートビア飲まなきゃいいじゃん。うん、あ、でも青森は飲みたい。青森は飲みたい。全然違うから、違うけどね。青森エンダーに売ってないよ、はい、ね、またね、沖縄ね、ちょっと今行きづらいんでね。ああ、沖縄は、ね、大変なんでね、コロナさんでね、緊張でした ね、 ね、はい、もう一丁行こうかな。はい、うん、大阪の梅さんからいただきました。大阪の梅、はい、はい、おもれきの皆様こんにちは。この度400回配信おめでとうございます。長く続けてくださっていること、と感謝しております。
学びと笑いと癒しという一粒で三度おいしいおもりきを期待して聞き続けています。これからもご自愛していただき頑張ってくださいといただきました。うん、あと、おもりきバッジをですね、トートバッグにつけていただいて、通勤していただいているそうです。おはい。布教活動もしていただきありがとうございます。はい、僕ね、おもれきの缶バッジを、ま、どっかに落としたんですよ。はあ、あの、大きい丸のやつ。ああ、はあ、あの赤いやつ、ね。赤いやつ。はい、あれ、ほんと、スタッフしか配布してない。スタッフ用のイベントの時ですね。イベント用の。はい、あれ、落としたんで、はあ、誰か拾ったらそれは、幸運です。どっかのね、店でね、椅子に引っ掛けて多分バッチ取れちゃったんだと。街の中で？うん、街の飲食店で。ああ、じゃあゴミだな。うん、まあ、ちょっとね、錆びてたからね、もう。まあ、いたしかたないかなって。これからも布教活動もよろしくお願いいたしますね。はい。はい、じゃあ本日ここまでにしましょう。うん。おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど、歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にも色々とお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。番組へのお便りは、E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスは、おもれき 2013@gmail.com。Twitter はひらがなでおもれきと検索してください。はい。はい。おもれきグッズがですね、特設サイト、おもれき .com で、販売しております。また、名古屋市のなんであの時カフェでもおもれきグッズを販売しておりますのでご利用ください。はい。はい。ではね、またポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。さようなら。